表彰状。今日は長友選手が所属する FC 東京のクラブハウスで授与式が行われ、西条市の玉井俊久市長から長友選手に表彰状と記念の盾が贈られました。もう久しぶりに学生以来かもしれない賞状もらったの感じなんかすごい懐かしかった。本当西条きらめきスイート賞は芸術やスポーツなどの分野で活躍した市民らに贈られるもので、長友選手は今回が2度目の受賞です。西条市出身の長友選手は去年の FIFA ワールドカップでフィールドプレーヤーとしては日本代表で初めてとなる4大会連続の出場を果たし、チームのベスト16入りに大きく貢献。今シーズンリーグ戦でも J1 初優勝を目指すチームをまとめる活躍を見せています。僕が生まれ育った愛媛県西条市から表彰を受けるなんて非常に光栄ですし、頑張ってきてよかったなと嬉しく思います。愛媛の皆さん、いつも応援ありがとうございます。これからも、僕は愛媛県で育ってきて愛する愛媛の皆さんに感動をしっかりと届けられるように頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。